皆さんどうも、エミティです。兄弟2021年理系四角2番やっていきましょう。y イコール2分の x2 乗プラス1乗の点 p における接線は x 軸と交わるとしてその交点を9とする。pq の長さ L の最小値を求めて,てくださいという問題です。まあ、意外と簡単そうなのでやっていきましょう。ではやっていきましょう。グラフとしてはこんな感じで点 p の接線を引いてその x 軸と交わるところを9としたということですね。なので t の2分の t2 乗プラス1というもう王道中の王道ですね。接点は t と OK というやつですね。で、微分というのが今 y' x なのでもう接線の方程式も簡単に求めることができてその x 軸との交点も簡単に求めることができ ができますがちょっと気をつけたいいのは交わるると欲しいというととうこころろがちょっと気になるところですねつまりこういう点を取ったりするとダメだということです。で、Q が存在するということでこの文字で割るときにそういうものが出てくるわけですね。t が0でなければ x9 というのは存在するんですけど t が0のときはこれは存在しませんから、例えば −1 分の1コール0みたいになってしまってダメなので t が0でないということが必要十分になるわけですね。Q という点が存在するための。そうするとこのときに x9 の x 代表というのが、まあ、普通に解けばよろしいわけです。これ分母を払って t たすこの t たす、まあ、これですね。こういうふうになるわけです。で、流されるというのはこ こことこの長さなわけけですけどいわゆる横の座標に対して傾きかけりゃいいんですよね。1と t と1たす t2 乗ということですから、この横の長さの絶対値、これが横の長さの長さ,長さですね。それにまあ1対 t なので t2 乗プラス1をかけると。別に普通に座標の差の2乗のルートみたいなのでも構いません。どちらでもいいです。で、絶対値付けちょっと出てくるのがめんどくさいわけですね。つまり t というのが正であるか不であるかによってちょっとめんどくさいんですが、よく見てください。偶関数、偶関数、偶関数ですね。いわゆる両辺2乗してしまっても構いません。t2 乗分のみたいな人もいいんですけど、 T2 S みたいなの置いいなな置ても構わないんですけど、まあ、今、偶関数ですし、まあ、あまり重要なことではないので、このまま突き進んでしまいましょう。t を正として十分で、ここで最大最小を求めれば十分だということですね。そうすると、この lt というものを相手を置いておきますけれども、これを微分して増減表を書けばよろしいと。で、これが正の範囲というのが、ここが正であることと必要十分条件ですから、ルート2分の1より大きいような t のところでは正、負ということになりまして、下がって、上がってということで、ここが最小値になるわけで、そうすると、4分の3ルート3。まあ、これ計算してもらって、ルート2分の1をここに代入すればいいんですね。それで求まる というわけです